はい、東北海道 DMO の阿部です。皆さんこんにちは。本日はですね、東北海道ソフトクリームパスというのが7-20販売の7-21から利用開始というようなところで、ございますので、そちらの方のね、パスの使い方というようなところを今回は皆様方にお伝えしていきたいというようなことを思っておりますので、ぜひ最後まで見ていっていただければ幸いです。じゃあね、実際にソフトクリームパスなんですけども、どういったものですよっていうのはね、ホームページの方で多分もうこれ皆様方ご確認してると思いますので、パスの内容はこちらの方ではね、一旦ね、お話しするのはちょっと控えさせていただきます。簡単に言ったら1300円で食べ歩きできますよっていうようなパスとなっております。じゃあ実際にパスを購入する画面で、こういった感じで使ってくださいというようなところを実際に入っていきたいと思います。早速なんですけども、こちらの方のソフトクリームパスの下のところにパスを購入するというようなところがありますので、もしよろしかったらこちらの方をこうタップしていただくと、購入画面の方にどん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 進んでいくよというようなところになってます。こちらではね、連続する2日間で利用が可能ですよ等といろいろ書いてます。じゃあこちらでですね、利用開始日をお選びくださいというようなところで、皆様方行く日ね、例えば7-29から2日間であれば7-29をタップしてもらうと。そうしたら、こちらの方で7-29というのがこう出てくるんで、で、利用枚数をお選びくださいというようなことで、13歳以上何名ですよというようなところが、例えばこれだったら2だったら2みたいな感じで押していただければいいのかなというふうに思っております。ちなみに大人も子供も同額となっておりますので、一応ね、こちら、それぞれ、使える、ごめんなさい、欄ございますので、そちらの方で、入れていただけたら幸いです。で、あとこのまま予約へ進むというところで、名前とかね、どん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 入れていただければ、こちらの方で大丈夫ですよと、ね、決済可能ですよというようなことになっております。購入については簡単にお伝えすると、これぐらいの作業かなというふうに思っております。じゃあ次に実際に、ソフトクリームパスね、購入した後にどんなような画面で来るのかなというようなところだけお話ししていきたいなというふうに思っております。購入した後ですね、ご記載いただいたメールアドレスに、ここからログインしてくださいねと、マイページログインっていうような URL 来ますんで、そちらの方をタップしていただくと、こちらの画面に入ってきますと。で、ラボパス、マイページログインというところあるんで、こちらに、ログイン番号をね、こう入れていただいて、入れていただき、で、ご登録の電話番号が、このままパスワードになってますので、ここで入れていただくと。はい。となると、こちらのソフトクリームパスのね、実際の購入する、利用する、購入じゃないですね、利用する画面にこう出てきますよというようなことになってます。はい。で、実際に、今これも入ってるんで、こんな感じでね、どん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 入っていくよというようなパスになっておりますので、こちらから実際使っていただくんですけども、使い方も至ってシンプルです。こちらの方のね、使うところのチケットを開くというようなところを押していただいて、で、これで、ごめんなさい、もうこれ利用済みになっちゃってるんで、ごめんなさいね。実際にこう使う人のお名前をこうやって押していただくというようなことになってます。で、これチケットを利用すると。いいですか、皆さん。この画面ですからね。この画面を係員にご提示ください。で、この画面のこのチケットを利用するというこのオレンジを押しちゃうと利用済みになってしまって、もう二度使うことができなくなってしまうので、ここだけを気をつけください。ちなみにこのチケットを利用するというところは係員の方がタップしていただくので、ここでソフトクリームと引き換えというようなことになっておりますので、これだけご注意ください。あとはですね、施設さんにもお話ししてますが、ここのね、上のところの施設名ね、間違いないでこうやっていただけたらありがたいかなというふうに思っております。で、それは本当にもう至って使い方は簡単で、施設を選択する、で、人数をこう使う人数をタップするというようなね、もので、もうすぐ使えるようになってますんで、こちらの方で楽しんでいただけたらなというふうに思っております。全部で20施設となってますんで、回れる方はどんどん回っていただいて、東北海道のソフトクリーム堪能していただけたらなというふうに思っております。では、今回は取り扱いのね、簡単な説明というようなところで終了となっておりますので、ぜひご参考にしていただけたら幸いです。では、本日は最後までご視聴ありがとうございました。